はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、今現状ですよ、現状ね、現状を、期待以下というかちょっと不甲斐ない選手をちょっと紹介、していきたいなというふうに思ってます。まあもうすぐね交流戦というところで少しね一旦こう現状のね、チームの状況っていうところと個人の成績っていうところをまあ振り返った方がいいかなっていうところに思いまして、今日ねこのような企画を取らせていただいております。はい、まあ野手と投手ね計6名いますね。6名、不甲斐ないと僕が思う選手ね、言っていきます。はい、まず早速野手からいきたいと思うんですけども、まず一人目はね門脇選手ね。はい、成績43試合、打率2割2分1厘、149打数33安打、OPS537、0ホームラン、7打点。で、7失策、7エラーというふうになってます。はい、で、まあね、レギュラー確約と、昨年からね、言われてました、門脇選手。まあ、背番号も5番に変わってというところで、まあ、期待の大きさは非常に、大きいというふうに思います。で、やはり、まあ、バッティングももちろんね、そうだと思うんです。打ててないっていう、あんまり打ててない。まあ、内容もね、あまり良くなかったりするところもあるんで、っていうところはあると思うんです。ただ、やはり守備の面が結構大きいんじゃないかなっていうところは思ってまして、やはり門脇選手ってどういう選手って聞かれると、まあ、守備の選手なんですよ。どう考えても。バッティングの選手ではないので、まあ、守備の選手じゃないですか。で、そこで、まあ、まだ、始まってすぐ、だから、まあ、ちょっとあれなんだけど、まあ、7失策、7エラーをしてしまってるっていうところで、まあ、エラーが全部悪いかって言われたら、まあ、そうではないんだけど、やはり、門脇選手の去年のサードのイメージであったりとか、守備の人っていうイメージがあるので、そういったところで、まあ、ちょっと少し制裁を欠いてるのかなっていうところは思います。まあ、多分、おそらく、このね、守備が、例えばこのエラーが、例えば2つとか、ぐらいだったとしたら、そこまでね、打ててなくても多分おそらく使われてると思うんですよ。なんだけど、まあ、その、守備の人っていうところで、守備でね、エラーをしてしまって、ミスをしてしまって、で、結果的にバッティングもあまり打ててないなっていうところがあるんで、今、伊豆口選手とかが出てるんじゃないかなっていうふうに思います。で、もともとまあ、その1番か2番を任せたいと。で、開幕当初はね、1番、2番打ってましたと。なんだけど、まあ、出てる時は最近8番っていうところでね、まあ、吉川選手が状態良かったりするんですけども、そういったところで、まあ、その、門脇選手に、すごく期待が大きい。やっぱファンの皆さんもみんな大きい。で、それに現状は応えられてないっていう形になってるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、いろいろ調べたんですけども、名手の源田選手であっても、2年目、確か20個ぐらいエラーしたっていうね、ところもあるんで、そういったところで、まあ、2年目のジンクスじゃないけど、やはり門脇選手はね、サードっていうところからショートに移ってるわけなんで、守備位置も変わってるというところがあるので、まあ、そういったところもね、まあ、少し仕方がないところもあるのかなとは思うんですけども、やはりね、それだけ大きな期待を背負ってるわけですから、このね、生態を変えてるっていうところはね、少しね、不甲斐ないのかなっていうふうに個人的には思います。で、野手二人目はですね、大城選手ですね。はい。絶対小山言うやろって思ったけど、大城選手ですね。はい。成績はですね、23試合、打率1割8分8厘、64打数12安打。で、OPS416 で0ホームラン。3打点というところになってます。やはり、先ほど、門脇選手は守備の人というふうにお話ししましたけども、じゃあ、大城さんは何がストロングポイントなのっていうところと、言うと、やはり、まあ、守備ももちろんなんだけど、バッティングだと思うんです。で、まあ、実際、バッティングもあまり、まあ、23試合しか出てないんで、まあ、なんとも言えないですけども、まあ、1割8分8厘というところに終わってる。で、まあ、守備に関しても、まあ、ネット上でいろいろ言われたりとか、まあ僕自身もこの配球はないよっていうふうなことも言い方もしましたけども、実際その小林捕手であったりとか、まあ岸田捕手の時に失点がすごく少なく抑えられてるっていうところもあったりとか、ありましたんで、まあ打撃が、振るわないっていうところと、少し守備の面でも、
どうなのっていうところがあったんで、まあリフレッシュ休暇というか、まあこれ自己申告制だと思うんです。2軍に今いるんですけど、1軍に上がってくるのはね。で、どの時期に上がってくるかわからないですけども、間違いなくね、大城さんの、なんて言うんだろう、この力っていうのは必要ですし、まあ交流戦前までに、まあ上がってきてもらいたいなっていうのはね、本音なんですけども、そこをね、どういうところで、どういう状態で上がってくるかっていうところはね、これから見物かなというふうに思います。で、おいおい小山と、おいおいおい岡本とか坂本はどうなんだっていうところなんですけど、まあ現状ね、岡本選手まあチャンスで、凡退するところ非常に多く見受けられますけども、実際得点圏打率っていうのは2割5分で、打率が2割8分あるんですよね。やはり前半打ちまくってるんで、こんだけ打ててなくても、打率がそこまで低くなってないっていうところがあるんで、それはね、まあ、すごいことかなというふうに思います。で、坂本選手も調子があまり上がってないっていうふうに言われてましたけども、現状ね、打率が2割6分6厘まで上がってきたんですよね。で、昨日4安打でしょっていうところで、まあ、坂本選手の場合は、まあ、固め打ちしたりとかして、打率をガンガンガンって上げていく傾向があるので、そういったところで、まあ、今現状、坂本、岡本っていうところが、二人揃ってあまり打ててないという状態があるんですけども、まあ、それもね、タイミングだと思うんです。どちらかがどっか上がってきたりとか、まあ、どちらかがダメな時もあるけど、全員が全員ダメな時がずっと続くかって言われたらそうでもないと思うので、良くなったり悪くなったりっていうところがあるので、そこをね、うまくこう、はまっていければ、ジャイアンツの打線っていうのも盛り上がってくるんじゃないかなっていうふうに僕、個人的に思ってます。はい。じゃあ、ちょっとここからね、ピッチャー陣の不甲斐ない人たち4人をね、紹介していきたいと思うんですけども、これはね、もうこれ全員4人に共通してるんですけど、みんな今、まあ、怪我であったりとか2軍にいるんですよ。うん。本来は2軍にいたらダメな人が2軍にいるっていうところで、ちょっと勝つというかね、不甲斐ないというところを言わせていただきたいと思います。まず1人目、大勢投手ね。はい。まあ、皆さんもね、そう思ってるだろうと思うんですけど、やはりジャイアンツが優勝したりとか上に食い込むためには、間違いなく大勢投手が後ろでね、しっかり、登板してくれる、投げてくれるっていうのが、まあ、必須条件になってくると僕は思ってます。その中で、まあ、右肩というところを、ちょっとこう違和感というか、まあ、怪我という形でね、まあ、5月4日に抹消されてますと。はい、これがいつ上がってくるかちょっとまだわからないんだけど、っていうところでね、クローザーが抜けて今、誰がやってんねんっていうところなんですけども、やっぱバルちゃんとかがね、バルノナード選手とかが非常に頑張ってくれてて、穴を埋められてるっていう状況です。で、成績11試合で 1.86、0勝1敗で7セーブ、ウィップ 1.14 というところで、まあいいと思うんです。そんな悪くないし、いいと思うんです。まだ始まったばっかで11試合しか投げてないから、まあわからないんだけど、でもやはり、相手からするとね、大勢投手がいるかいないかっていうところでは大きく変わってくると思うので、やはりね、怪我っていうところね、まあ去年も怪我ありました、大勢投手ね。っていうところがあったんで、まあその、出す力がでかい分ね、体に受ける衝撃も大きいというところで、まあ仕方のないことか、なのかもしれないけど、やはりそこはね、大勢投手がこれから野球をやっていく上で、非常にそこは、ケアをしていかないといけない。っていうところがあるので、そこをね、なんとかしっかり直して戻ってきてほしいなというふうに思ってます。で、二人目、はですね、ピッチャー二人目はですね、中川投手ね。はい。これね、8回9回おらんくて大丈夫かっていうところだと思うんですよ、正直ね。で、これも4月14日に抹消しておりまして、左膝の違和感。まあ、開幕時からもともとこうあったと。あったんだけど、その痛みをね、隠しながら投げてきたっていうところ。で、8試合で防御率が 9.00、0勝2敗。で、5ホールド。で、ウィップが 1.67 っていう風な形になってます。まあ、間違いなく本来の姿ではないですよね。まあ、その、2連続かなっていうところで、負けがついた時とかありましたし、中川投手どうなんだって、なんかこう、どうなってんだっていうネットのね、声とかありましたけども、やはり、膝というかね、左の膝が良くなくてっていうところ、開幕からちょっと騙し騙しでやってたっていうところがあったんで、やはりプロの世界では、まあこんだけいいピッチャーでも、騙し騙しではなかなかこう、抑えられない、素晴らしい、厳しい世界なんだなっていうのは改めて思いました。
で、まあ普通で言うとね、これ8回9回のこのクローザーというか、勝利の方程式のピッチャーが抜けてるっていうことだけで、めちゃくちゃ戦力ダウンだと思うんですけども、それをバルドナード選手であったりとか、まあ船場様投手とか、今だったら高梨投手とか、大江投手とかね、で、いっぱいこう頑張ってくれたりしてるわけじゃないですか。まあいろんなみんな、みんなの力でね。そこは僕は、あんだけ昨年ね、あの、ピッチャーね、補強しましたけども、それね、良かったと思ってます。はい。まあ、弱点だったから補強したっていうところに、ところだと思うんですけども、やはり数をね、補強してると、やはり、抜けても、ある程度カバーできるっていうのがね、証明されたと思うので、ここのね、二人の、帰ってくるのが、すごく待ち遠しいな、というふうに思ってます。で、あと二人ね。はい、外国人投手二人ですね。グリフィンとメンデス。で、グリフィンに関しては、右腹直筋損傷。で、4月8に、抹消。で、メンデスに関しては、4月4日に抹消。これも、前日に中日の試合で4回4失点 KO。で、フォアボール4つというところで、はい、すごく、フォアボールで出したランナーを全部返してしまったみたいなピッチング、最悪のピッチングをして、まあ2軍に落ちたと。で、まあグリフィンにもメンデスにも言えるんですけど、やはり2年目、外国人でよく言われるのが2年目、なかなか活躍できないとかいうようなね、形で言われてますけども、やはり、まあその、まあメンデスね、まあ確かにフォアボール出すのは良くないんだけど、全然良くないんだけど、やはり怪我というところはね、なんとかね、こう、してほしいなっていう、グリフィンもね、ここ、右腹直筋ってとこなんですけど、そこはね、どうにかならんかったのかなっていうところはありますと。で、まあその技術に関しては、まあ調子が悪かったりとか、なんかこう、いろいろ噛み合ってなくて、コントロールが悪くなったとか、球速が出ないとかっていうのは、まああるんだけど、やはり怪我をしちゃうとね、職場放棄じゃないけども、僕がいた時に小林誠司さんにかな、原監督がおっしゃってたことがあって、まあメディアを通じておっしゃってたんだけど、その、怪我をするのはもう職場放棄やみたいな。プロ野球選手からすると、職場を放棄してることになるっていうふうな、結構強い言葉をおっしゃってたんですけども、まあ僕はね、そこまではさすが、思わないけど、でもやはり、まあそれに近いぐらいというか、まあ調子が悪いとかだったらまだね、改善したりとかできるんだけど、やっぱり怪我で、その人そもそも嫌いっていうところになっちゃうと、やはりね、チームとしてもすごくきついと思うので、やはりこの大勢、中川、グリフィンってね、全員怪我じゃないですか。で、ましてや全員がね、4月、5月の間になってるんで、そういった意味で、まあその計算してた選手がたちがこうやって抜けていくっていうのはね、非常にこう、チームとしても辛いところ、戦力ダウンありますけども、現状ね、こんだけ、主力のピッチャーたちが抜けてて、こんだけ防御率を抑えてる、低く抑えられてるっていうのは非常にね、バッテリーを中心に、まあいろいろデータであったりとか、まあキャッチャーの力もあると思いますし、まあいろんなところをね、頼ったりとか、しながらみんなでカバーし合ってるんじゃないかなっていうふうにね、僕思うんです。はい。そんな感じでね、今日はね、ちょっと不甲斐ない選手という、ちょっと上から目線のね、企画ではあったかもしれないですけども、取っていきました。はい。やはりね、今言いましたけども、まあ、調子悪いとかだったら、まあ、多少ね、10日間、こう、ちょっとこう、放牧じゃないけど、2軍に行って、リラックスして、ちょっとこう、修正したりとか、することはできるんだけど、やはり怪我ってなると、まあ、1ヶ月とかね、戦列を張られるわけなんで、その期間ね、じゃあどうすんのって話にもなってくるんでね。そういったところで、まあできれば怪我がない方がいいんだけど、まあ怪我をしちゃうところをね、あるし、やっぱり固まってね、全員が一気にドーンって抜けられると、チームとしてもすごく厳しいところがあるので、まあこの大勢、中川、グリフィンぐらいがね、この怪我しましたけども、そこがね、しっかりこう治って戻ってきて、活躍してくれるっていうところをね、みたいですし、こういう選手たちが戻ってくると非常にね、層も厚くなってくるし、チームとしてもね、頼りがいがあると思いますので、ぜひね、万全の状態でね、上がってきてもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。